武蔵県の映画に生きる。闇の中では自分だけが頼りだ。光が差すと相手が見えてくる。相手に映った自分の顔もな。Gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones.どうも皆さんこんばんは。始まりました武蔵県の映画に生きるですね。すっかり暗く日が伸びましたね。今は暗いですけどね、桜もねだいぶ散ってきましたけど、もう今日も張り切っていきましょう。そんなことで、だいぶね、春なんでスタッフも入れ替えっていうかね、新しい方も入ってるんですよ。で非常にもう慣れた方の影響でね、自分の番組なんか非常にすごいの期待してる方が多いんですよね。特に最後の動物愛護が、愛護がなんか違う方向に行きそうなんで、ちょっと修正したいと思うんですけど、まあ、最後皆さんぜひ期待してください。今日も竹内くんのね、だいぶリクエストがもういつものごとく多いんですよ。岡本さんとかね、岡本義元のなんかね、親戚とか聞いたんですけどね、まあ、そんなことで今日も長谷製作所から行ってみましょう。昭和34年創業です。ね、非常にもう由緒ある会社なんですよね。ちょうどね、まあ、これ正式にね、長谷製作所さんが自分の応援というか、もう会社ぐるみで応援してくることになりましてね、本当この4月から本当ありがたい限りでございますね。改めてこの場を借りてお礼言わせてもらいます。社長本当ありがとうございますと。さあね、これもう皆さんおなじみだと思うんですけど、冷蔵庫、冷凍庫、空調関係、いろんな機械の中に使われている部品ですか。真鍮とか、各種バルブ、空調器用コネクタ、ステンレス加工、アルミ加工、ペンダー加工、プレス加工、その他の加工全般、まあ、真鍮つなぎて、銅管つなぎてですね、
コネクターっていうのはね、電線と電線または電線と電気器具をつな接続するね、ために使う部品を言うんですよね。それをコネクターって言うんですけどね、空調同士を接続し一つの回路にするために用いられる部品の器具であるってことで、これは絶対ないとね、機械は成り立ちません。クーラーも使いません、でいかにこの永谷製作所さんは素晴らしい世の中に貢献してるってことですね。こういう部品がなかったらもう全くもう夏はもうクーラーない、冬も暖房ない、こういう状態が続くわけですよ。もちろんね、冷蔵庫も冷凍庫もないと、使えないと。本当にね、もう素晴らしい部品を作ってらっしゃる会社ですね。本当にもう今のこの一般家庭の基本をね、要はまあ作ってる礎と、まあ言い過ぎでもないと思うんです。そこまで言ってもね、真鍮、この金色が真鍮ですよね。非常に綺麗ですよね。昭和34年創業以来、本当にね、いろんなこういうもう機械の多くのメーカー様や関係商社のお客様から支持されてきました。まあ、今言ったエアコンや冷凍機、冷蔵庫、業務用のすべてのいろんな機器、これをね、全国に製造販売されている会社とのつながりがあって、それに使われている部品を作ってるんですよね。1個からね、大量生産まで対応させていただくってことで、まあ、こういうのがなんかどうしてもこれから使いたいとかね、ずっと使ってきたんだけどもうちょっと改良できないかとかね、いろんなこれ相談乗ってもらいますよね。大阪にあります。電話番号言っておきます。 06-6977-3351、 06-6977-3351 ですね。社長が永谷光義社長ですかね。素晴らしいね。こんなね、いっぱいありますよね、これね。まあ、自分の話を聞くならちょっとこれ見てってください。すごい部品ばっかりですよね、これね。皆さん見たことあると思うんですよ、これね。何かしかね、あ、こういうの見たことあるなとかね、ありますよね、これね。いっぱいありますよね。当時噴霧器ってあるんですよね。よくちょっとこれ資料どっか行っちゃったんですけど、噴霧器、今でこそいっぱい使われてますけどね、最初ペットのボトルを見てヒントにしてね、当時社長がね、宮崎さんって方いたんですよ。この人と4日間、300日徹夜でね、試行錯誤して作ったんですよね。これ防衛庁にプレゼンして認められてね、それからね、噴霧器がいっぱい全国に出たっていう、それから改良改良を重ねて今に至ってるんですけどね、素晴らしいね、会社ですよね。で、琵琶湖のね、要は湖とか琵琶湖だけじゃなく、いろんな湖、あと全国の河川、川ですか、こういうところの濃度を調べる、汚れ具合とかね、そういうのを調べる機械もここが一番走りで作られたのが永谷製作所さんなんですよね。すごいですよ、これね。だいたい朝6時ぐらいからもう会社に行きます。と会社の前のあとご近所清掃から始めるんですよね。ともうすでにね、藤田正隆さんという方が会社に出社してね、掃除なさってるんですよ。この方が非常によく気がつく方でね、あらゆる会社の細かいところまで気づいてもらって、本当に会社に尽力なさってるね、もう長い方ですね。ね、社長はね、適材適所でね、非常にね、人を見極める力を持ってるんですよ。あ、この方はどういうのに適してんなとかね、どういうのをやらせてみたら伸びんじゃないかとか、それで大体起用してね、会社の部署がいっぱいあるんですけどね、機械工ですか、業務員、まあ、あと営業ですか、まあ、彼はこの人は、彼は営業に向いてるとかね、いろいろあると思うんですよね。組み立て作業員、まあ、とにかく組み立ていくと、部品からとにかく組み立ていく、こういう作業。配送作業員、全国のいろんなところに配送をかけますよね。これを管理してる配送作業員。あとは商品管理部、
全ての商品を管理している管理部署ですか。検査、上がった商品を全部検査するわけですよ。検査して一応それに受かったものだけを会社にいろんなところの取引先に出すとね、検査する部署、検査作業員、あとは設計、命です、まさにね、心臓部とも言っても過言じゃないと思うんですよ。こういう商品をね、部品を作るための設計ですか、それをしている設計部署ですか、しっかり部署が分かれててね、それぞれ皆さん適材適所でね、動いてらっしゃいますね。見てください、これすごいですよね。こういうことがあったんですよ。藤田さんがね、コロナに感染した時に病院入院なさったんですよ。その時にね、親とも疎遠になってて、どこにも連絡できなかった時に、社長が本当ね、全部病院の手から何かしてくれてね、全部見てくれたと。藤田さんもびっくりなさってね、もう本当にね、なんて社長だっていうね、改めてね、ありがたさを知ったらしいですよね。もうなんか涙を流したらしいですよね。あんまりこれ男が泣いたってことは、ここでも言っちゃ失礼かもしれないですけど ね、そんな話があるんですけどね。まあ古いなんかタイプの方で、この藤田さんもね、なかなか不器用でね、永谷製作所がずっと、もう藤田さんをね、ずっと長い付き合いで従業員として大事になさってくれてますよね。まあ、いろんな方がいますよ、他で、使い物にならなかった方がここで生かされてね、非常にいい部署に今いるとかね、いろんな話を聞きますね。見てください、こんなのありますよ。本当に名前言えないのはちょっとね、残念なんですけど、大手ばっかりですよ、商品を納めてんだ。まあ、大手じゃなくてもいいですよ、小さいところ、中小企業いっぱいね、いろんなところと付き合いがあります。皆さんぜひね、これこういうのをうちで使ってみたいとか取引したいって方がいれば、ぜひ永谷製作所さん問い合わせてください。この番組を見たって言ってもらえば、いろんなことで、多少は融通してもらえると思いますよ。ぜひ皆さん、永谷製作所です。これまた出しましょう。ちょうど従業員がね、お仕事なさってる、これ貴重な写真ですね。ね、こうやって作ってらっしゃるんですよ、これ。もう今ね、暑くなりましたよね。もうクーラーが入ると思うんですけどね、もうじき。これしかしね、本当にね、こんな感じですよ。皆さん頑張ってらっしゃいます。これ制服があるわけですよ、ちゃんとね。もう半袖ですよね。人によっては、自分がこうやってね、こういうのを解説するとね、いっぱい映画やってるじゃないですか。無所のシーンじゃないかって勘違いする人もいるんだけどね。永谷社長は非常に気持ちが大きい方で、こういう冗談部って面白いって許してもらえるんですけどね、これね。これはすごいでしょ、こんな機械あるんですよ、でっかいでしょ。さすがに刑務所はこんなないですからね、これすごいですよ、これね。これね、素人が見ると分かんないですよね。いろんなこれなんか機械があって、これにいろんな部品とかいろんなことを作ってらっしゃるわけですよね。すごいですよ、これね。この機械をね、使いこなす自体もすごいと思うんですよね。やっぱり忘れちゃいますよ、こんだけね、精密にできてると多分ね。これ間違っちゃったら大変なことになりますもんね、これね。やっぱり彼たちはプロ中のプロですよ、これね。この機械をね、どういうふうに動かしてるか、この動画もいただいてるんですよ。これも貴重です。これ職人が非常にね、もう数秒、コンマ何秒の世界ですね、調整してこうやって作ってるんですよ、この機械を使いこなして。左にあるのが商品ですね。これをね、こんだけのドリル何種類もあるじゃないですか。これで微妙に穴開けたり、型を取っていくわけですよね、削ったりしながら。
これすごいですよね。だってよく考えますよね。この機械はやっぱりね、この永谷製作所さんが考えたんでしょうね。じゃないとね、この部品にはこうやって穴を開けるとかね、こういうドリルが何種でも必要だとか、まあ、すごいですよこれね。まあありがとうございますどうも。ね、こうやってね、皆さん本当にね、精密な機械をね、職人が本当にね、もう技術ですよからね、動かしていくわけですよね。皆さんぜひ永谷製作所、今年もよろしくお願いします。どうも。さあ VIP って言いますか、これのね、まあ、トラックですか、トラック業界では日本じゃもう5番の指に入りますよね。素晴らしい会社ですよね。まあ、トラックだけじゃなくてね、いろんな会社とか高級車、いろんなのこれオークションね、非常に通貨の中なんで、神戸のでかいオークション会場あるんですよ。ここで非常にね、もう有名な社長なんでね、何欲しいっていうとね、エンジンのついてるもんだったらご相談乗ってもらえると思いますよ。どうもありがとうございました。 VIP ですね。ぜひ皆さんトラックのことならトラックだけじゃなくて、ご相談してください。あなたの力になってくれると思いますよ。よろしくお願いします。さあ今日はショートムービーですか、紹介したいんですよ。いろんな海外のね、映画祭で賞を取ったりね、プレミアム試写に招待されたり、素晴らしい作品なんですけど、ちょっと見てみましょうか。戦争武神っていうね作品なんですけど、化け物
どうしてあんなことしたの？どうもありがとうございました。これね、監督は畑山祐樹さんって言ってね、今回セブンヤクザの監督なさる方なんですけど、これ素晴らしいですよ。これね、センスっていうか、これご自身でキャメラも編集も全部なさったんですね。この主役の男性が幼児山田さんですね、アンアメリカンマスカードでハリウッドで去年主役を取ってきましたね、彼はこれからバンバン行くと思いますよ、パート2もね主役決まってますしね、素晴らしい愛さんですよ。このセブンヤクザでも準主役でね、出演しますからね。まあ自分の一番大切な大事な組員ってことで、ちょっとこれ以上は言えんですけど、非常にね重要な役でね、強烈なシーンが待ってますね、本編ではね。そういうわけで、畑山監督、これから注目したいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ、アコルデですか、恒例になりましたけどね。ちょうどね、エナジージェルができてちょうど10年目なんですよ、今年でね、この商品が出てね、素粒子エネルギーが入っててね、素晴らしいですね。毎回言うんですけど、素粒子ってのは血液、髄液、リンパ、これ全部流れ良くするんですよね。1秒間に2兆回、体に浸透していくっていう、ほとんど早いです。だから、あらゆる荒い波をこう、もう2兆回って言ったら見えないじゃないですか、パパパッとも、細かく。だからこう、本当平坦にしていく働き持ってるんですよね、これ非常にね。荒い波のこういう悪い、こう、電磁波とかあるところに、この素粒子が、入った場合や、その波をもこう一緒にこう細かくここにも抑えていくっていうね、そういう素晴らしい働き持ってるんですよ。だから悪い波からいい波に変えていくっていう、電磁波がだから本当にもう悪いのは全部遮断するっていうね、素晴らしい働き持ってるんですよね、エナジージェル。出てますよね、毎回言うんですけど、肩こりとかあらゆるこういう体に対してね、良くないことを緩和させるっていうね。もちろん人間って細胞が全員違うですからね、効果すぐ出る方と、っていうなかなか出ない方もいるんですよ。でも使い続けることでね、必ず体っていうのはこれ反応していいふうに免疫性が高まってきます、これ使うことによってね。エナジージェル非常にね、ビッグの猫ちゃんが治ったりね、何回も言ってるんですけどね、この発明した白田先生、奥さんが膠原病だったんですよ。膠原病なぜなるかって言ったら、体のいろんな流れが血液からリンパから悪くなると、それになると、でそれを治すためには流れを良くすればいいってことで、これを発明したわけなんですね。奥さんも綺麗になっちゃってね、もう全然もう今疾患ないですね。でこの先生もね、白が真っ白だったんですけど、これを作って毎日ほとんどこういっぱい塗ることによってね、全く今白が消えてるらしいですよ。まあでもね、そこまであるにはこれやっぱり1回で半分ぐらいつかなきゃダメなんじゃないですかね、3分の1とかね。ちょっとね、あんまり決して安いもんじゃないんでね、なかなかちょっとそこまで使い切れないですけどね、どう出してっていいですよ、商品がいろいろあります。これはステッカーですね、電磁波カットするね、素晴らしい。これ1個貼るっていうね、1個が大体300円弱ですか、安いもんですよね、こんなんで体に害あるも遮断できるんだったらね。エナジーステッカープレミアム、あなたの生活に輝きを、プラチナムな輝きをっていうね、クラブプラチナムっていうねあるんですけどね。どうぞ、いっぱい出てますよ、こうやってね。抑揚剤とかね、いっぱいあるんですよ、金箔の入った化粧品とかね、素晴らしいですよこれね。まあ素粒子っていうのはあらゆるね、もう全てに対していい働きをしてるんですよね。
例えばえー、とかまずないですよね、これね。このパックもあるんですよ、枕もあるし、これね、これは乳液と石鹸ですかね、化粧水とかいろいろありますけどね。デンジャロちょっと今日あれまた出してもらっていいですか、分かりやすい。これ見てください、こんだけね、生活にね浸透してるんですよ。左からね、MRI、CT スキャン、これはね、ホストの上コンピューターが映像化するんですけど、これは本当危険なんですよね。危険極まりない診断の装置、頻繁に使うのは日本だけらしいですよ、これね。あと配電盤ってよくあるじゃないですか、こういうなんか配電盤とかね、これが窓開けた時ね、大きなのが例えば目の前にあったら、これ危険らしいですよね。電波塔みたいなのあるじゃないですか、大きな配電盤みたいな、よく田舎行くと、ああいうのは本当に危険ですよ、近くっていうのは。でよくがんとかね、白血病とかがんが多いんですよね。ヘアアイロンありますね、左下ね、まあ伸ばしたりアイロンかける、これもやっぱり電磁波が発生しますよね。ともちろんアイロンもいかんです、普段洋服にアイロンかけるっていう、自分なんかよくアイロン使いますけど、それも電磁波入ってますからね、本当に気をつけてくださいね。電気こたつですか、こたつもね、これはもうしょうがないって言えばしょうがないんですけどね、やっぱりよく赤く赤外線でこうなんかなります、あったかくね、これ電磁波がやっぱり強いの入ってますよね。ドライヤーね、これもね、っていうね、美容師さんいるじゃないですか、美容師さんってお客さんがこう椅子に座ってますよね、で大体従業員が立ってやるから、ちょうど胸のあたりでお客さんの頭が来るんですよ、でこう使うじゃないですか。だから、ね、美容師さんって乳がんが多いらしいですよ、なぜか。これ非常に統計取るとね、皆さん気をつけてください。これね、結局こうなっても仕事辞めるわけにいかないじゃないですか。そしたらこの予防にこのステッカーあるとかね、エナジージェルの空いた箱をね、空箱とかこういうのプラスチックの箱、容器をね、店の中にいっぱい置くとかね、と全部還元されてね、悪い波動を全部なくしますからね。電気カミソリね、いろいろありますよ、扇風機もあるしね、あとミシン、卓上のこれ明かりランプあるじゃないですか、これね、それも良くないですよね、スタンド。あとはもう電子レンジは最悪ですよね、これでね料理するとね、発がん性のものが物質が発生してね、血液異常を起こすらしいですよ、これね。あとはミシンですか、ミシンはでもね、皆さんね、個人で結局、はい、見てください、ミシンありますね。これね、気をつけないとね、ずっとやっぱり休みながら使うとか、このミシンにね、ステッカー貼るとかね、いろいろまあ考えてください、皆さんね。まああとはリニアモーターカー、これ新しくも開発されて、これなんか最悪らしいですよ、もうね。あとは電気自動車、走る缶桶って言われてますけどね、これ全部もうもう電磁波がね、半端じゃなくもう発生してます。ホットカーペットもありますよね、これなんかもすごいですよね。これをずっとね使っ、妊婦さんがずっとこれね使ってるとね、先天性異常時出産が 1.9 倍に増えたらしいですよ。60時間以上電気毛布で寝るっていうことですね、 6.2 倍。これ電気毛布ってやっぱ怖いですね、カーペットとかね。まあ、電気毛布だったら温めてと寝るんですけど、まあ、寝るときには切るっていうね、それは残ってる暖かさ十分じゃないですか、これで寝るってことが一番理想らしいですね。つけっぱなしで寝るのはやっぱり良くないらしいですよね。あとはこれ電波塔、スカイツリーとか東京と最悪ですよ、これね。もうこの近隣に住んでる方はもうしょうがない、もうね割り切ってこういうので予防するしかないですよ、これね。
電磁波、皆さん本当にね、これね、何回も言うようですけどね、もう日本だけですよ、こんだけ平気で 5G とかどんどん出してるのはね、もう本当に国は守ってくれませんよ。自分たちの体は自分たちで守るしか、これどうしようもないんですよ、これね。だこういうね、アクロデの商品とかね、使ってみて、自分でね、よし、守ろうっていう、こういうやっぱり強い意志でね、生きていかないとね、もう本当にね、悪いものはどんどん体が吸収しちゃいますからね。皆さん、ぜひ気をつけてください、これ。アクロデですね。またそのうちね、社長がね、わかりやすい動画をこの間ちょっと出してくれたんですよ。また機会あったらここでまだ社長紹介してないんですけど、島倉社長紹介がてら動画を流したいと思いますね。皆さんアコロでぜひ皆さん、よろしくお願いします。どうも。さあ続いてなんですけどね、これあれどこ行ったっけな、あれ次はあれ、おかしいな、あれ、あ、レジェンドですね。行ってみましょうか。はい、お願いします。 VC のですね、いなくなったら横浜はどうなるんや。横浜進出を狙ってるんじゃろ。関東ヤクザの芸者だったんだ。横浜に事業拡大なんて言ってるけどさ、そのバーゴっちゅうやつはやられ強気やないか。どこぞの紐付きっちゅうことはないか。住民の態度が急に降下しましたね。講和会の絵図なのか刑人会なのか。ところで旗巻け。はい、わかりました。言うわけにはいかないんだよ。どう収めるんですか、今回の間違い。でもって言ってんじゃねえよ、証拠でもあんのか。これこっちで起きたことはこっちに任せてもらいたいな。歴史に名を残すぜ。極道は力や。それは昔から変わらん。仕掛けてきたのは刑人会ですね。ここで山返して、わしらがあいつらを横浜から追い出さなかのちゃいますか。講和会は義神会と刑人会の共倒れを狙ってますで、店構えたらこうなったんとちゃうんかい。バカがてめえら、どうやって用立てろっちゅうんだ。9億6000万御用立てしてもええいう話が出てるんですけど。横浜が惜しいのは分かりますよ。考えもないしにドンパチするのやめてもらえませんか。富田の新事業は横浜の発展のために絶対に成功させなきゃならねえんだ。ほら、こいつ殺すか。どうもありがとうございました。ヤクザの紋章と書いて大門レジェンドですね、これぜひ皆さん今レンタル見れます。今14でしたね、10まで見れますんで、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。さあ続いて、UI ですね。今日はねちょっと UI これいつも通り出してもらいたいんですけど、大事なこれね、家族を救っていただいた UI との出会いっていうね、これちょっと紹介したいんですよね。UI の写真出してください。自分の写してもしょうがないんで、これ消しちゃっていいですよ。これ UI の写真を見ながらね、子育てってこんな大変なの。息子の子育て感じたことでした。私も妻も親として1年生なんだからとある程度は覚悟していましたが、夜中に眠れない子供を息子をドライブに連れて行き、なんとか寝かして家に帰宅する、そんな日々が続きました。他にも当時住んでいたアパートに帰ろうとすると、車の中でなぜか息子がお家帰らないと泣きながら連呼、必死で逃げる息子を押さえつけ、
なんとか力ずくで家に入れました。さらに車で送迎中、突然泣き叫び車から降りようとしたり、どこにいても見えない何かを目で追ったり怯えたりしている息子でした。こうしたことを毎日繰り返しているうちに、私たち夫婦は精神的にどんどん追い込まれていきました。今となってみれば見えない世界の影響を受けていたから苦しんでいたんだと理解できますが、当時は私も妻も原因がわからないからどうしようもありません。理解できないから息子に対して厳かに接するようになっていました。そんな時に義母の勧めで浜松や岐阜、九州といろんな物見の方に見てもらったり、神社に行ってはお守りを持たせたりしましたが、一向に良くなりませんでした。そして行動が余計に息子を苦しめているとも分からず、当時はただただわらおにもすまる思いでした。そんな時に出会えたのが友愛でした。知り合いの方を通じて田中先生にお会いすることができました。息子が見るなり、田中先生はこの子は影響を受けやすいねとおっしゃって、すぐに調整をしてくださいました。息子が落ち着いたのが分かり、私は直感で本物だと感じ、その場で矢払いをお願いしました。これね、そしてついに矢払い当日、吉田先生がアパートの中を見て、居ついていろいろなものを払い、結界を張ってくださいました。ここが向こうの世界とこちらの世界をつなぐ通り道になっていると教えてくださったり、ここに手をかざしてとおっしゃる通りにすると、スーッと霊気を感じた時には本当に驚きました。こうした見えない世界の影響が息子を苦しめていたことを、私と妻はようやく理解できた瞬間でした。これ大原に、ね、出しておいてください。そして後日、私が所有する借家においても同じように私の家族に影響があると知り、改めて総研先生に一件ずつ、遠隔で矢払いをしていただきました。その時に総研先生が全ての借家を借りているご家族の状況をズバリ言い当てられたので、ゾクッと寒気がしたことを今でも鮮明に覚えています。また空き家状態であった借家には、家の中で結界を張るように張った、結界を張る際に張った部屋の軽いと張ってない部屋、重いで体に感じる、重さが全く違うことを体感でき、さらなる驚きを覚えました。矢払い以来、家の中だけでなく、いつでもどこでも見えない世界から私たち家族を守っていただけるように、桃の木を毎日肌身離さず持つようになりました。また2年前に建てた家では、畑の状態から総研先生に矢払いをしていただきました。おかげさまで今では息子は夜にはしっかり眠るようになり、怯えることもなくなり、家も安心する場所として過ごせるようになりました。そんな息子が時折家の中で目を何か追っていることがあります。毎日総研先生が結界を直しに来てくださるのを、息子の様子を通じて実感しています。本当にありがとうございます。日々の生活が友愛に守られているという実感ができるからこそ、何か身近なことを問題が起きた時には、見えない世界や他人のせいにするのではなく、自分が人間として未熟な部分が原因であると日々反省することができます。毎日少しずつですが、成長しながら日々の生活を送れていると感じることがあります。それも全て大先生はじめ、総研先生や友愛に関わる全ての先生方、守護神様の お力により導かれていることを感謝しかありません。これからも見えない世界の力に影響されないように、変わらぬお力添えをよろしくお願いいたします。これね、ある人が投票なさったんですけど、本当これ、ね、素晴らしいですよね。人ってね、見えない世界に本当にね、いろいろね、分からないんですよ、やられててもね。こんな話聞いたことありますよ。なんかマンションで猫を飼ってたと。なぜかね、洗面所の鏡をよく見てるって言うんですよ、こう。じーっと見てるって言うんですよ、こう。じーっとこうね、しかも何匹かね、なんか5、6匹飼ったらしいんですけどね、1匹を除いて全部がこうやって見てるらしいですよ。ある猫なんかニャーンっつって洗面所に登って鏡の前にこうやって見てるらしいですよ。これなんかあるんじゃないかっていうね。でも結局そのままで、あとどうしたかそこ引っ越したらしいんですけど、そういうのって怖いですよね。よく鏡って霊気を吸うとかよく聞いたことあるじゃないですか。
だからもしかしたら前に住んでた方が何らかの形で不幸があったとかね、それとももし飼ってた猫が亡くなってそこに何かの形でもし成仏できなくている可能性もあるじゃないですか。だから猫同士で何か分かるとかね。でもそのマンションの方は何もねそういう不幸とか何もなかったらしいですけどね。まあでも感じなかったのかもしれないですね。もしかしたらそれがなかったらもっと良くなってたかもしれないじゃないですか。本当見えない力って怖いですよね。ね、祝いの心へ自分がやらなきゃ誰がいる、人に仕事をやるなってことは自分がそんだけやれってこと言ってるんですね。利口なバカより馬鹿なふりをする利口になれ、来る者は拒まず去る者は追わず、ここはね去る者からまた勉強しろっていうことを言ってるんですね。自分を愛し自分に感謝、そして自分に怒れ。なかなか自分に怒れってことはできないですけどこれね、何事も自分のためにあれ、それが全て、皆のためになるって まさにそうですこれね、先代のね宗建先生王先生がねこれね、こうやって心得を作っていただいたんですけどね、素晴らしいですね祝いね、ちょうどね先日26日滝の行事ね多分終わったと思うんですよ。また連絡ねあってこの滝のどうなったかちょっと知りたいですけどね、いわゆるね後ろ姿もねなんか非常に感じるもんがありますよこれね。見てください、謙虚っていうのがねいわゆるやっぱり今年の大きなね一応挙げた問題なんですね。まあ、謙虚とは何か、私が今の段階で出した考えは謙虚とはつまり自分自身に対する責任や自己の成長を追求することではないだろうかというものです。友愛心得にもあります、自分を愛し自分に感謝、そして自分に怒れ。自分自身の成長を追求すれば環境は他人のせいにすることができない。どんな環境であれ、どんな人間関係であれ、出発点も終着点も自分になるわけです。まさにそうですね。まさしく奢らずに生きていける、蘇生していける考え方なのではないかと思います。結果や物事に責任を持って生きると、責任を背負っているからこそ慎重になり、状況判断をして、観察力が生え、分析をするようになり、忍耐力もつき、場合によっては指導力も統率力もつき、器が大きくなると思います。つまり謙虚とはそんな生き方をするための心の基礎なのかもしれません。そう思いますこれね、宗建先生がこれおっしゃったんですけどね、これね、皆さん友愛、いろんなね自殺しようとかいろんな方がいるんですよ。友愛の門を叩いて皆さんに生きる希望をいただいてね、本当ね立ち直ってる方がいっぱいいます。熊本ですね、熊本に友愛あります、非常に素晴らしいところです。皆さんぜひ今宗建先生ね全国あっちこっち行ってます。行ってセミナー開いたりね、いろんなこう指導なさったりね、ぜひこちらへ来てほしいっていう人がいればね伺ったりしてます。皆さんぜひ UI 熊本ホームページもありますんでね、開いてみてください、よろしくお願いします。さあ、あっという間の時間ですね。セブンヤクザ行ってみましょうか。いよいよね明日最終ヒロインのオーディションがこれ決まるんですけど、ヒロインがね、セブンヤクザ、自分の顔いいですよ、俺ヤクザじゃねえからあなたってセブンヤクザね、岡崎二郎先輩ですね、もう日活上の大先輩スターですね、で真ん中が幼児山田さんね、あのアメリカンマスカラードで、去年ハリウッドで初主役やってきました。で右は大月博之さん、まあ、彼はわさびっていうね、リック・ベッソン監督も出てます。で今舞台中心にライブも行ってます。で右の下が高見秀一さん、東映時代からの後輩でね、非常に V シネマとかテレビいっぱい作品出てます。でその真ん中は澤田東洋さん、もう長い付き合い20年以上になりますね。彼もね非常にね期待されてたんですけどね、まあ、彼も正直ってあんまり岩谷うまくないんですよねこれね、まあ、非常に素晴らしい才能ある俳優さんでね、もう彼もね50もう後半になりますね、今回も非常にねこの役楽しみなんですけど、強烈な役ですね。で左が松田雅紀さん、東映時代からの先輩、
唯一ね子役時代からやってんですよ、高倉健さんの網走番外地、もうゲスト主役です子役からね。あとガッパとかね、怪獣とかね、でハリウッドのねアメリカのいろんな、雑誌とかにもねインタビュー受けてね話題になってますね、今朗読劇でね金賞取って日本一になってます松田雅宗さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あと山口じいさんね、この番組の出てらっしゃるね、素晴らしい自分の兄弟分として素晴らしい役を今度やってもらいます。これ監督のさっき紹介した畑山由紀さんで、これ脚本家が尾崎さんですね、俊一さん、非常にね彼尾崎さん素晴らしい才能を持ってます。これからですね、ぜひ期待したいですね、セブンヤクザ皆さんぜひ夏前にクランクインします、よろしくお願いします。さあ今日もう一本ね漫画アニメ紹介したんですね、かけてください。自分これ好きな子供の時よく見ましたね。東映とテレ朝制作、1966年12月5日から68年12月30日全109話ですね。魔法の国からやってきたサリーちゃんってね、同級生は知らないんですよ素性。それで、ね、非常に繰り広げる愛と友情を描いた素晴らしいねアニメだったですね。皆さんこれぜひねなんか見れると思いますよ、見てみてください、よろしくお願いします。さあ動物愛護、まず動画から言ってみましょうか。サリーちゃんこれね魔法使いホウキに乗ってんじゃないですか。このワンちゃんもホウキに乗ってるんですよね。多分飛びたかったんじゃないかと思ってるんですよね。ここから行ってみましょうか。はい、魔法使いワンちゃん、モップにほうきから飛べないよこれね。なんか飛ぼうとしてどうも違うところに当たっちゃったみたいだねこれね。まあね、もう皆さんも動物も可愛いですね。次の動画行ってみましょうか。Слышу голос из прекрасного далёка Голос утренний в серебряной росе Слышу голос и манящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко далёка Он зовёт меня в чудесные края Слышу голос, голос спрашивает строго А сегодня что для завтра Прекрасное далёко, я на...
うもありがとうございました。あもうこれね久しぶりでやっぱりあの動物も家族ですね。まだ捨てる方は後を絶たないんですよね。あと本当は生体販売もなくしたいですよね。対物扱いで法律を変えない限り無理なんですよこれね。なんとかね政治家あの皆さんねあの法律をここにここ変えてもらいたいですよ。対物扱いをね生き物として変えてもらいたいですよね。そんなことで皆さん週末桜見もあると思いますがくれぐれも事故とかだけには気をつけてください。良い週末を。どうもありがとうございました。今週も。